今ない〇〇を妄想する絵町状態招待二等兵の友人屋です。ティー隊長です。隊長でございます、はい、最近、うん、自分の中で流行っている遊び、うん、遊びで、はい、皆さん、まあ、うん、私、うん、昭和49年生まれ、うんうんうん、団塊ジュニアと言われる世代の、うんうん、まあ、もしくは30代ぐらい、要は結婚して、うんうんうん、要はもう恋愛から遠ざかっている人にちょっとおすすめしたい、うん、おすすめしたい遊びがあってですね、はいはい、最近あのお風呂で、うん、あのよくあの、まあ、カラオケワンカラとかが好きで、うんうんうん、お風呂場でその最新のヒット曲を聴いては、うん、歌って覚えてってやってるんですけど、うんうん、ワッチっていう人、うんうん、WACCI と書いてワッチっていうバンドの歌が、うんうん、とてもなんか最近自分に刺さる、刺さってて、うん、刺さってというか、まあ、本当に普通の恋愛の歌なんで、まあ、45のおっさんが聞いてね何が刺さるだっていう話なんですけど、その要はまあ基本僕が好んで聴いているのは、うん、足りないっていう歌と、うん、別の人の彼女になったよっていう、うん、まあ、男性がその女性の心情を歌うような、うん、なんか、うん、私は別の人の彼女になっちゃったよ、うんうんうん、その人はあなたみたいな人ではないけどね、うん、っていう歌ですね、うんうん、でっていうのを聞いてて、うん、まあ聞いてるだけじゃなくて、うん、そこにあの YouTube だとコメントって入れられるじゃないですか、うん、はいはい、コメント欄、コメント欄、うんうん、そのコメント欄が熱いんですよ、うん、熱い、その何がコメント欄が熱いかっていうと、うん、そのみんながね、うんうん、その昔のことを思い出して恋愛のことを語るんです、ね、うんうん、要は分かる分かると、その好きな人の声から忘れていくよねとか、あ、声のことが思い出せなくなるよねとか、あ、匂いはずっと覚えているよねとか、あ、最近顔も思い出せなくなったとかっていうのを、多分まだその結婚してない人、まだ恋愛ほやほや、まだ恋愛してる人たちがバーって語ってるんですよ。で、なんか、あ、私今日別れたばっかりなのに、うん、この歌聞いて泣いちゃったとか、うん、っていうのを見ながら泣くっていう、うん、お風呂場でそれをコメント、歌を聴きながらコメントを読んで泣いてるんですよ、僕。歌だけじゃない、歌だけじゃない、そういったその人の恋愛、うん、恋愛泥棒です、うん、それは、まあ、なんかそのコメントを見て、はい、自分の昔を思い出して、数少ないね、あの、うん、数少ないうまくいった思い出とか、うん、まあ、うまくいってなくても、うん、その自分が好きな人と喋った記憶とかはあるわけじゃないです、うんうん、それは別に恋愛してなくても喋、うんうん、って笑顔になってくれた、うん、ちょっとこれストーカーっぽいですでもそれも全てちょっと恋愛にコンバートして、まあでもね、こっち側の思いとしては恋愛ですね。そう、まあ片思いも恋愛じゃないですか。そういったその遠い日の花火をね、思い出しながら泣くっていう、うん、で時折なんか、うん、ああ分かる分かる、その気持ち、うん、俺恋愛したことないけどみたいなのもコメントで入ってくるんですよ。そういったやつに対しては若干マウンティングないのかって、ないのか、俺はあるぜ俺はちゃんとハゲでデブでモテなかったけど、数少ないけど俺は恋愛したことあるぜっていう、そういう経験も積んできた、積んできた、俺はそういうところをサバイブして結婚したぜっていう、うん、マウンティングもできるっていう、このなんていうの、人気遊び、貴族の遊び貴族だけに許された遊び、うん、おすすめなんですよ、うん、ちょっと見てみますそう、このね、どうかワッチの足りない、ワッチがいいんですか、あ、歌はいいです、何でも、あ、ワッチがいい、ワッチの、あ、恋愛ソングなら何でもいいとか、多分恋愛ソングなら多分何でもいいと思います、うん、恋愛ソングのコメント欄、うん、コメント欄を見ると、
遠い日の花火を思い出す、うんうん、で泣くことができる、うん、そんな歌ってないですか。そんな歌、そのなんかパブロフの犬的に、うん、涙が出る歌あるような気もするけど思い出せないな。なるほど。で、まあ、この流れで言うと、うん、まあ、おすすめ的には、うん、あの花、あの花、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないってアニメ。ありました、ね、見たことない。見たことない。あ、なるほど、うん、その主題歌があのシークレットベースの、うん、きっと夏の終わりってあるじゃないですか。そのトラアニメの歌なんですけど、うん、僕あの歌を聞くと、うん、もう無条件で泣けてくるんですよそれはそのアニメを思い出して、アニメを思い出して、でそのアニメっていうのが、まあ、その少年時代の、うんうん、少年時代にあった事件のことを高校生ぐらい、うん、高校生ぐらいの主人公が解決するっていうのなんですけど、うんうん、まあ、それもまあちょっと男女関係、遠い日の友情と男女関係なんですけど、うん、なんでそれもその歌を聴くと、うん、ちょっと自分の幼き日の恋心とかも思い出しながら、うん、涙に、まあ、泣くってデトックスじゃないですか。まあ、でも分かりますよ、分かります。その思い出せない、はい、アニメでいくと何かあったな、心が叫びたがっているんだ。ああ、はい、心が叫びたがってるんだ、ありましたね、うん、とか、はい、どういう話だったっけ、声が出なくなった女の子の話、はいはいはい、とか恋の形とか、それは歌を聴く、うん、歌が何か象徴的な歌がある、うん、その心が叫びたがってるんだっていうのは、はい、なんか合唱をやるので、はい、その歌がすごく印象的なんですよ、ね、あ、なるほど、うん、なのでその曲を聴くと、あ、なんか合唱を2つの曲を1つにまとめてうまいこと作ってあるんですよ。なるほど、うん、見てみます、まだ見てみ、はい、恋の形は、まあ、内容はあるんだけど曲は覚えてないなって。でも、まあ、曲を聴いたら思い出してあります。あ、これあれで流れた。そうだから、その音楽って、うん、音楽もその時、うん、時代を映す鏡だなんて言うじゃないですか。だからその振られた時の曲とかって、残りますよね。だから僕、あのマッキーとか、うん、ちょっと時代が出ちゃいますね牧原紀之さんとかは、うん、結構あの振られた時に流れていた歌なので、うんうん、結構聴きたくないんですよね僕それでいくとすっごい印象残ってるのが、はい、あのコンビニでバイトしてた時に流れてた曲あ、コンビニを思い出す、コンビニを思い出す、その時の曲を今聴いてもコンビニを思い出すっていう歌もそうですよね。そう、だからその離れると、うん、今なんか、まあ、香水なんて歌も入ってますよね。あ、香水ね、ドルチェ&ガッバーナの香水がとか、うんうん、なんで匂いもそうだし、うん、歌もそうだし、なんかそのちょっと昔を思い出して、うんうん、ニヤッとできる歌は、なんてこのすいません、はい、最近流行っている流行っている遊び、うん、遠い日の花火を思い出すのに、うん、ワッチの恋愛ソングはどうでしょう、はい、足りないと、うん、足りないと別の人の彼女に、別の人の彼女になったよのコメント欄はおすすめです、うん、コメント欄も合わせて、そう、コメント欄を見ながら歌を聴いてみるとそのあなたと別れないと、うん、新しい私になれない、うんうん、なんか歌の内容的にあなたはすごく魅力的って感じですよね、元彼、もすごくこう刺激的で、刺激的かどうかは分かりませんけど、はい、魅力的なんだけど新しい彼はすごく真面目で、真面目で、そうですね、はい、そういう歌です、うん、とか、まあ、うん、足りないっていう歌は、うん、そのあなたに別れを告げないと新しい私になれない、うん、でまた新しい私にならなく、うん、新しい私になった瞬間に、うん、あなたが愛してくれた私はいないよって歌なんですね、うん、何この胸キュン46歳がでもあれですよね、そうやってマウンティングしてるお風呂場でね、あ、違う違う、その二等兵がマウンティングじゃなくて、はい、その別の人の彼女になったよってマウンティングしてんじゃないか、あ、違う違う、で別の人の彼女になったから、うん、あなたも早く別の人の彼氏になってねっていう、なってねっていうマウンティング
って考えるのは私の役目です、それは、うん、他の人がどう思うかは、うん、そんなわざわざ言わなくてもいいじゃんって思いますっていうと、まあ、ちょっと別の話で言うと、うん、この別の人の彼女になったような女の子は、うん、多分タイプ6なんですよ、うんうん、で元々の彼氏が、うん、多分タイプ7なんですね、うんうん、フェスに行って大騒ぎして、うんうん、自分が思ったことはわーってやって、うんうん、楽しいタイプ、そうそうそう、でこの子の前だと私は何でもさらけ出してた、うんうん、大きな声で喋って愚痴もわーって言って、うんうん、っていう自分だったけど、新しい彼氏はこの多分タイプ7とは真逆のタイプ1、うんうんうん、真面目でしっかりしていて、うんうん、愚痴なんて言った日にはちょっと怒られたりするなんて、うんうんうん、で私はその人の前ではそういう自分をさらけ出せないのって言ったんですね、うんうんうん、なんでおっしゃる通り、うん、別の人の彼女になったよっていうのは、うん、私の同じタイプ6だとすると、うん、確かに、うん、マウンティングかもしれない。私は別の人の彼氏になったよって、なったよって上場企業の人なの。そう、あなたの方が楽しいけどこの人上場企業の社員で将来性はあるのっていう歌かもしれないっていうか、そうやって言って気を引こうとしてんじゃないか。あ、そうなのであのこの歌の最後が、うん、あの私が電話かけたくなっちゃうから、うん、早く彼、うんうん、新しい人の彼氏になってって締めくくるんですね、うんうん、だから今でもあなたのことが好きなんですって言ってる感じはしますよね。恋愛話は面白いって話ですかね。、はい、ぜひちょっと皆さん見てください、はい、そういう観点でコメント欄を見ると面白いかもしれないですね、はい、なんでもうそうで、ごめんなさいね、終わろうとして。でこのコメント欄にやっぱりその誰かが恋愛話を載せると、うんうん、いろんなまた人がこのコメント欄にコメントをつけていくんですね。そこにあれですよね、ドラマがあるって話ですよね。そうなんでこの私たちのコメント欄にも、うんうん、私たちはコメントを返すようにしている。はい、返すよ。私も嬉しいし、うんうん、もらった人も嬉しいかなと、うんうん、な我々も嬉しいですよね、まあ、そうですコメントいただけると、うん、二等兵に行ってくると僕は控えてますけどね。僕は隊長に行ってくると入っていこうとしますけど、入れて入れてって。タイプ6としてどうなんですかみたいなことって僕の入る場所ないなって思いながら見てるんで、ね、まあ、そういう時はコメントない。仲間ですよ。別にこう、あ、この人も俺と関係ないからって切ってるわけではないですけど。っていうことでやってますので、うん、あの大歓迎でございます。はい。はい、だまなし、すいませんでした。だまなし。すいませんでした。はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。